ベルーナドームです。埼玉西武ライオンズ対千葉ロッテマリーンズ、このゲームの模様をお送りいたします。ライオンズの先発は左の隅田、対するマリーンズの先発は右の種市、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。左の隅田マウンドに上がります。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ注目の立ち上がり、トップバッターは岡、背番号25。第4球を投げました。高め、空振り三振。バッターは2番藤岡。背番号7。第6球を投げた、打ちました。ショート落下点に入りました。掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番佐藤。背番号32。次が6球目、投げた、打ちました。三遊間の打球破った。佐藤、いいバッティングを見せました。さあツーアウトから先制のランナーが出ました。バッターは4番外。第3球を投げた、打ちました。ライト右へのフライですが、ライト下がった、取りました。これで3アウト。一塁ランナー佐藤残塁に終わりました。ライオンズ立ち上がりを無得点に抑えています。2回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは DH のポランコ。投球これから4球目、見逃し三振。バッターは6番中村。背番号8。投げた、打ちました。いい当たり、センターへ持っていった、取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは7番高部。背番号38。第4球を投げた、空振り三振、バットアウト。隅田、最後は空振り三振で仕留めました。2回の表が終わって0対0です。3回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは友杉。投げました、打った、打球はセカンドの左、山野辺掴んだ、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番藤原。背番号1。第9球投げました、初球から打ってった、ライト線ぐーっと打球が上がってきますが掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。打順はトップに帰って岡、今日の第一打席はスイングアウト。第3球を投げました、おっとこれ当たった。デッドボールの際どこか痛めたようで現在治療を受けているようです。あー、どうやらゲームに復帰するのは難しいようです。マリーンズダイソーを起用します。和田一塁に入りました。左バッターボックスには藤岡、第一打席は内野フライに倒れています。第9球ランナー走った、投球ストライク、これは楽々セーフ、盗塁を許します。ランナーを二塁に進められてしまいました。第2球投げました、カーブはボール、インローへ。第3球を投げました、空振り。第6球を投げた、内角高め外れてフォアボール。ランナー2人を置いて迎えるバッターは佐藤。ランナー自動的にスタートします。三振。リプレイをご覧ください。隅田、ツーアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。3回の表が終わって0対0で、0対0で迎える3回です。ノーアウトランナー一塁という場面で児玉。マリーンズここはバントに警戒します。第1球見送ってストライク、変化球にキレがあります。第2球投げた、打った、レフトへ持っていった、ヒット、中継、児玉ナイスバッティング。ゲームは中盤戦に入ります。先頭バッターは外、第1打席はライトフライに倒れています。第9球打ちました、あっと引っ掛けた、これは内野ゴロ、源田ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。
これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者ポランコ。次が4球目。投げた、打ちました。ライトへ上がった。ライトバックしていった、取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは6番中村。第5球。投げた、打ったに当たりだ。ピッチャー返し、抜けた。中村、いいバッティングを見せました。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。先ほどのプレーです。バッターは7番高部。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。打ちました。1、2塁間のゴロ、山野目取った、アウト。スリーアウトチェンジ。マリーンズファーストランナー残塁。4回の表が終わって0対0です。5回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは友杉。最初のバッターボックスは内野ゴロ、打ちました。セカンドゴロ正面、セカンドから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番藤原。第1打席はライトフライに倒れています。打ちました。山野目ボールを取る、一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。先ほどダイソーに起用されましたバッター和田。第4球を投げた、打った、当たり損ない。山野辺掴んだ、アウト。スリーアウトチェンジ。隅田、この回ピシャッと3人で抑えています。5回の表が終わって0対0です。0対0で迎える5回です。バッター小玉。第9ボール。さあ、次の投球、投げました。ナックルカーブ見送ってボール。インコース低め。第3球は打った、センター前ヒット。小玉ナイスバッティングです。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。さあ、リプレイです。バッターはトップに帰って源田。第9見送ってボール。第2球投げました、ボール。第3球打ちました、抜けた。中継、源田いいバッティングを見せました。ライオンズ先制のチャンスを迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは2番山野辺。今日はファーストゴロと三振。第1球投げました、初球空振り、キレのある変化球。第2球投げました、直球ストライク、外角高め。バッター追い込まれました。第3球は打ちました、1、2塁間の打球、セカンドこれは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。ライオンズ得点圏にランナーを送りましたが、先制点を挙げられませんでした。前半が終わりまして0対0です。バッターは代打茶谷。さあ、投球は5球目。投げました、打った、痛烈な当たり、左中間へ上がった。ワンバウンドヒット、バッターランナー一塁、けんぱつ蹴って二塁へ。茶谷ツーベースヒットを放ちました。ライオンズ先制のピンチを迎えます。先ほどのプレーです。バッターは3番佐藤。これが3度目のバッターボックス。次は4球目、投げた、外れてフォアボール、ストレートのフォアボール。バッターは4番外。今日はライトフライとショートゴロ、投げた、打ちました、二塁ランナー三塁へ。小玉ボールを掴んだ、アウト。ライオンズなおもピンチが続きます。バッターは DH のポランコ。今日は三振とライトフライ、投げた、外れました、フォアボールです。これで満塁です。隅田降板、右の豆田満塁の場面での登板です。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。満塁のピンチで迎えるバッターは中村。大きな声援が届いています。第7球を打った、三遊間、三塁ランナーホームに向かう、レフトバックホーム。この試合初の得点が入りました。では先制の場面、映像でご覧いただきましょう。
バッターは7番高部。今日は三振とセカンドゴロ。第9球投げた、打ちました。初球打ち、ボテボテの当たりはサードゴロ。小玉取った、ホームはフォースアウト。一塁はどうか。ライオンズなおもピンチが続きます。さあリプレイです。満塁のピンチで迎えるバッターは友杉。第7球は打ちました、センター前に出る。打ち返した打球はセンターへのフライ。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。6回の表が終わって1対0、ライオンズここで先制点を奪われました。マリーンズリードで迎える7回です。バッターは角中。第9球初球を打ちました、ライトへの打球。ライト交代、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。ピンチヒッターは荻野。マリーンズ代打構成に出ます。第2球打ちました、児玉ボールを取る。一塁送球アウト、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは2番茶谷。投球これから5球目。打ちました、レフトへのフライだ。掴んでこれで3アウトになります。満員のベルーナドーム、ライオンズファンの願いが詰まった青いジェット風船が今舞い上がりました。ライオンズ大展開で迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面で児玉、外崎スタート、これは楽々セーフ、盗塁成功です。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。マリーンズ外野は浅めの守備を取ります。投げた、ここで送ってきました、ピッチャーの左へ転がした。一塁へ送る、中村取ってアウト、ランナー。マリーンズこの回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターは佐藤。投球はこれから打った、ライトフライ、飛距離は出ていません。取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。豆田降板、右の本田今日3番手としてマウンドに上がります。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。バッターは4番ソト。今日はここまで3打数ノーヒット。投球これから4球目。打って出ます、ピッチャー返し、抜けた、ソト、ナイスバッティングです。リプレイをご覧ください。マリーンズダイソーを送ります。小川一塁に入りました。バッターは指名打者ポランコ。投球はこれから6球目。小川走った、三振。二塁送球はどうだ、これは悠々セーフ、盗塁を許します。第4球を投げました、打った、引っ張った、レフトの左、レフト線ヒットになります。二塁ランナーそのままホームへ向かった。マリーン1点入りました、2対0。ランナー二塁でストップ、中村タイムリーツーベースヒット。ライオンズなおもピンチが続きます。先ほどのプレーです。さあ2アウトランナー2塁という場面で高部。今日はここまで3打数ノーヒット、1三振、初球を打った、レフトへのフライになった。取ってこれで3アウトチェンジ。8回の表が終わって2対0、マリーンズ得点差はわずかに2点です。いよいよ最終回を迎えました。この回のトップバッターは友杉。今日はここまで3打数打った、右中間へ持っていきましたがライト下がった、抜いた、打ったバッターは2塁へ向かった、中継、打ったバッター2塁を蹴って3塁へ、友杉スリーベースヒットを放ちました。さあリプレイです。バッターは9番角中。本田ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。第5球投げました、サークルチェンジ、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。第3球を投げました、打った、流し打ち、一塁線抜けた、マリン1点入りました、3対0。荻野タイムリーツーベース、ライオンズなおもピンチが続きます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。
バッターは2番茶谷。投げました、打ちました、左中間へ持っていきましたが、ランナー二塁に戻ります。岸掴みました。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。バッターは3番佐藤。今日は打ちました、あっと引っ掛けた、フラフラっと上がった、取りました。これでスリーアウト。9回の表が終わって3対0、マリーンズリードを3点としています。ライオンズ何としても得点を挙げたい9回です。ノーアウトランナー1塁という場面、小玉投げた、初球から打ってった、ファウルボール。投球これから2球目、打ちました、抜けた、小玉いいバッティングを見せます。サヨナラ勝ち、あっけない幕切れです。さて本日のヒーローは松原、本当に今日は大活躍でした。